長期間にわたったやはり大規模な調査を行っていらっしゃるということだったんですけれどもそれはどういうものだったんでしょうかはい。八丈島で共通語化の調査をしたのですが1950年から約20年間隔で4回山形県鶴岡市で共通語化の調査を行いましたもう一つ 1953年にスタートした愛知県岡崎市における敬語の調査がありますこれは3回にわたって調査が行われましたじゃあまず鶴岡の共通語化の調査というのはどういうものだったんでしょうかはい、えー。例えばその猫の絵を見せて これを何と発音しますかっていうふうな質問をしたりします。またその絵に描けないものは背中に暑い時きダラダラ流れるものはなんでしょうかというふうな謎謎式の質問をします。で、そういう質問をしてまあのどれぐらい共通語で回答するかというふうなことを調査しました。無作為に和謝を選んで。 でそれで鶴岡市という地域全体の共通語化の傾向をつかもうというふうな調査を行いました。でそれをあの約20年間隔で4回繰り返したんですけれどもさらにですね1回そのランダムサンプリングに当たった人をその後生涯にわたってどういうふうに共通語化というものが進んでいくのかということを調べた。 ととといいう点で非常にユニークな研究だと言えると思います、うん、例えば「猫」という言葉これは鶴岡の,の伝統方言では「猫」というふうな発音をするんですけれども家業優勢化「子」が「ゴになるというその傾向というのが S 字カーブを描くような。 形でつまり調査を受けた人の生まれた年に従って S 字カーブを描くような形で共通語化をしていいくということが分かりましたこれはあの言語変化の数量的な研究の理論の中で、えー、まあ言語変化っていうのはそういう S 字カーブを描くのだという仮説がありましてその仮説をま検証することができたと。 では、その岡崎の警護調査というのはどういう調査だったんでしょうか。はい、いろいろなあの場面を設定しまして、そこで調査協力者の人がどういうふうに。発話するかというデータを集めたものです。例えばですね、あなたが電報を出さなければならなかったとします。この人に何と言って頼みますかというふうな、こういうあの場面を示す図を見せて。はい、で。 あの、何と言って頼みますか？っていうことをこう。自由にまあ、あの話してもらうという、はい、ま。そういう調査です。もう一つの場面は、これはえー、っとあなたのうちの近所の人が急病になりました。この近所のお医者さんにすぐ来てもらうのには何と言って頼みますかと？とで、えー、これはあのお医者さんにお願いするのと窓口で。えー 係の人に頼むのと、まあ、どういうふうに敬語の使い方が変わってくるかという。その場面をこう書いて。まあ、データを集めようというものなんですけれども。日本の敬語がどんなふうに変わってるっていうことが。はい。分かったんでしょうか。はい、はい。まず、あの、変わらない部分というのがあります。一つはですね。敬語行動に働く。社会的要因。 まあ人間のどういう属性が敬語行動に一番影響を及ぼすかというと性別が最も強く働くということが分かっていますつまり女性は男性よりも言葉遣いが丁寧であるここのところは普遍であるということが分かっていますさらにえっと男性の方が場面による使い分けを良くする 男性がその場面による使い分けをよくするというのは自分が何かあのメリットを受ける人に対してはすごく丁寧に言うけれども自分より目下だなと思うとこう存在な言葉遣いをしたりすると、まあ、そういうあの相手を見て場面によってえと丁寧な言葉と存在な言葉っていうのをこうよく使い分けるこれがあの変わらない部分あの時代を経ても今でも同じような傾向があるということが分かりました。 一方あの時代るるにつれてて変化ししいいくととう部分はあることが分かりました年を取るにつれて言語表現の丁寧さが増していく丁寧な言葉遣いに変わっていくということが分かりましたそれから年を取るにつれて言語表現が長くなるつまり話が長い話がくどいというこれもあのデータで裏付けられました。 確かに私たちの感覚でもそれは非常に納得できるところがあるんですけれどもそれはなぜなぜんでしょうか、はいえー、一つは先ほどあのちょっとご説明したことにも関係するんですけれども、えー、だんだんその年齢を重ねるにつれて言語表現の丁寧さが増していくこれはあの多分いろいろなその表現が豊かになっていくということだと思うんですけれども。で、えー やっぱり丁寧に表現しようとするとどうしてもいろいろなあの言葉をえ使いますので長くなってくるということが一つあると思います。これはあの心理学の知能に2種類あると言われてまして何かを正確に素早く判断する能力これは流動性知能と言われますけれどもこれはあの数理的な力だったりするわけです。 で流動性知能は20歳を境に年齢を重ねるとガーッと能力が落ちると言われてますがうもう一つは結晶性知能というこれは長い時間を重ねて水晶が結晶を大きくしていくようなそういう知能の力これは言語能力結晶性知能長い時間をかけて経験を積み重ねて伸びていく知能っていうのはこれは ピークは60歳ぐらいさらに80歳になってもほとんど落ちないと言われてますなのでお年寄りはそれだけいろいろな言葉をうまく使えるそういう存在だと思います。